皆さんこんにちは、受験合格コピーの二宮です。12月に入りまして、6年生はですね、いよいよ年明けの受験も迫ってまいりました。今日はですね、6年生の直前期の家庭学習ということで、少しねお話をしてみたいと思います。まあこれまでにね、レンタルをしていただいているお客様、中にはですね、来年の年明け受験をね控えてるっていうご家庭が結構たくさんいらっしゃいます。まあそんなねご家庭に向けて、応援したいなっていうメッセージもちょっと込めてね、今日はねちょっとお話をしてみたいと思います。最近はですね、やっぱり6年生の親御様から直前期ね、最後抜けが出ないように最終確認でこんなことをやってましやるのでいいんでしょうかみたいなことをね、メールちょっといただくことがありまして、まあそういったね時に僕がお客様にねちょっと回答する内容っていうことで今日はねお話をしてみたいと思います。まあなかなかね時間がない時ではあるとは思うんですけども、ぜひね、時間があればちょっと見ていただけると嬉しいかなっていうふうに思っております。ではね、早速ちょっとお話ししていこうと思うんですが、まあこの時期6年生はですね、もう家庭学習これを最後までねやっていくんだってある程度決まっているとは思います。なので基本的にはね、その考えてらっしゃる各ご家庭で決めているスケジュールの通りね、やっていく内容も進めていくのがいいのかなっていうふうに僕としては思っているので、まあ最終確認みたいな形でのお話にはなるんですけど、まあ大半はまずね過去問を今解いてる時期だと思います。それとこれまでねたくさんの模試を受けてきてると思うので、その直しをねしっかりやって、どこが抜けてるのかっていう確認しつつね、最後の穴埋めをやっていくっていうのがこの時期のまあ家庭学習のね王道にはなっていると思います。まあプラスアルファでね、各科目ごとに少しね、僕が親として中学受験やっていた時にどうだったかなっていうことだったりとか、終わってみてやっぱこういうことが大事だったのかなっていうことだったりとか、あとは今年までにねこう受験を終えてるお客様から直前期にねどんなことをやっていたのかっていうのを少し聞いていますので、まあそのことを含めてねちょっとお話をしてみたいと思います。でまずね国語からですね。で国語に関してはもう問題演習とにかく解いて、間違えた問題をね出題者がどんなことを聞いてるのか、それに対して自分がどんなね間違いをしてしまったかっていうことを一個ずつ確認していくっていうことがまあやっぱり大事にはねなってると思います。でそんな中でもやっぱり国語でできることといえばやっぱり漢字だとか、そういったものにねなってくるんじゃないかなというふうにね僕としては思っています。でまあ息子はねちょっとやって中学受験やっていた時も直前までね漢字に関しては毎日続けていました。1日10分だったり15分というもので、大半の問題はねもう何回も何回もやってるものにはなるんですけども、漢字ってやっぱど忘れしてしまう時がねどうしてもあったりはするので、まあ書けるよっていう状況であっても、ちょっとずつでもねそのことの再確認っていう意味では毎日続けていたんですけど、それ自体はねやっぱり良かったかなっていうふうに思っています。で国語はやっぱり入試問題で一番最初にこう出てくる問題でありますし、その中でも漢字の読み書きっていうのはトップバッターの問題なので、ここがねこう全部クリアできれば子供としてもね少しリラックスできるんじゃないかなっていう風にね僕としては思っていて、まあなのでね続けていこうっていう風にやっていたんですけど、それはねやっぱり続けてよかったなって思ってるので、1日10分でも15分でもね漢字に関してはやっぱ間違いやすい問題っていうのがやっぱも出てきますので、そのあたりのね最終確認は最後まで続けてもらいたいなっていう風にね僕としては、思っております。で次に算数ですね。算数ももう同じくね、もう問題の演習をひたすら解いていくっていう時期になっていると思うので、できるだけね、たくさんの問題に出会って、その問題を解き直ししていくっていうことが、日々の学習の中心にはなると思うんですけど、まあ受験に向けてっていうことであれば、一つだけね、僕がその親として中学受験やっていた時に気になったことがあるので、今日はちょっとそれをお話してみたいと思うんですが、まあ各ね、ご家庭でお子様の志望校っていうのももう決まってると思うんですけども、まあ、受験する予定のね、学校の中で、進学校とね、付属校の両方を受けるっていうケースが、あったりすると思うんですね。で、この場合には、算数の出題傾向っていうのがかなり違うっていう場合もあるので、そこは親御様の方で少しね、注意点として、頭の中にね、こう入れてみるっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、算数に関しては結構ね、僕も親としてもこの時期は、ひたすら問題解いてある程度仕上がってきてるなっていう段階ではあったんですけど、やっぱりどちらかというとね、こう志望校、第一志望がこう思考力の算数っていうのはこう出てくるようなものだったので、比較的頭の中こう難しく考えるような算数をね、解くことが多かったんですね。で、その時にこう付属校の問題っていうのは比較的王道の問題が出てくるので、
あのスパッとねこう、まあ、あの見た通りにこう解いていくっていうのがいいんですけど、難しく考える癖がこうついていて、こううまくねこうスイッチが切り替わんないっていうような時が、息子の時ねありました。なので付属校と進学校両方受けるんですよっていうご家庭に関しては、まあそのスケジュールもね、どっちが先で、あのその次の日に付属校だったり、付属校受けた後に進学校を受けるとかって、そういうスケジュールこうちょっと調整がね、あの必要になると思うんですけど、こううまく頭を切り替えていくっていうことが必要になってくるので、まあ普段ね算数が得意なあのお子さんであっても、そのあたりはねちょっと注意をして、日々の家庭学習過去問などを解きながら、ペンの動きがねどうなってるかっていうのはなかなか過去問解いてる時ってこう見ることないので、あの答えのね回答でしかちょっと判断できないっていう時はあるんですけど、お子様にねあの解きやすかった解きにくかったっていうところは都度ねちょっと確認してみるっていうのが、僕としてもねおすすめしたいなっていうふうに思っております。で、理科と社会に関してはですね、やっぱりもう基礎知識ですね、もう残り1ヶ月残り2ヶ月っていう段階なので、あの基礎知識が抜けないように、そしてねちょっと忘れてるものもプラスアルファとしてもう一度ね頭の中に定着させていただく作業っていうのがやっぱり最重要になってくるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、まあ息子はねサピックスっていう塾に通っていたので、ちょっとその話になって申し訳ないんですけど、まあ他の塾に通ってる方にもねちょっと分かりやすくお話ししてみようと思うんですが、サピックスだとコアプラスっていうね、あの基礎知識の一問一答問題集っていうのが理科と社会ってあります。で、サピックスの中で、ね、合格体験記っていうのを見ると、とにかくねこのコアプラスをやってよかったってたくさんの子が書いているんですね。で、サピックスっていうと当然ね、あの難関校に合格しましたっていう合格体験記が多いんですよ。筑駒受かりましたとか、開成受かりましたとか、桜蔭とかね女子学院とか、双葉とか、あとはもう慶応とか早稲田とか、そういったね難関校に合格しましたっていう子供たちがやっぱり最後の最後は理科社会の基礎知識をね徹底的に復習したことが最後行きました。で、これから受験をね迎える、後輩にはこのコアプラスはね絶対やった方がいいよっていう風にアドバイスを送っているんですね。で、僕もこうそういうのを読んでいたので、子供はやっぱコアプラス やらせていたんですけど、あので、あと合格、今年あの受験が終わったお客様ですねに聞いたら、やっぱり理科社会の基礎知識っていうのはあの徹底的にね最後やるようにしていました、でそれがすごくやっぱり良かったですっていう風にねお客様からも聞いています。なので理科社会に関しては、まあサピックスであればやっぱコアプラスっていうのを、比較的ねあの毎日毎日こう繰り返して最後まで覚えていくっていう作業で、他の塾であれば似たようなあの教材が必ずあると思いますので、その基礎知識っていうところをしっかりね、あの定着させていただくのがいいと思います。で、その理科社会に関してはね、あの例えば併願校の、あの対策ってなかなかもうできないと思うんですね。まあ過去問解くぐらいしかできないと思うんですけど、まあそういったね、理科社会のその基礎知識っていうのをやれば、それがね、イコール併願校の理科社会の対策っていう形にもつながってくるので、まあ全てをね、あの網羅することができるっていうふうに踏まえれば、最後のね、残り1ヶ月、2ヶ月っていうのは、理科社会に関してはね、その基礎知識が抜けないっていうところを、一つね、あの、重要視してもらうっていうのも、おすすめかなっていうふうにね、僕としては思っております。まあ、ということでね、今日は6年生のもう直前期の家庭学習ということでね、少しお話をさせていただきました。まあ、レンタルね、あの、していただいてるお客様に関しては、最後の最後までね、コピー機多分、使っていただく機会が多いと思います。まあ、直前までね、あの過去問のコピーを持ってる、当然試験前日には過去問コピーしていったものをね持っていって、最後まで見るだとか、もしくはね理科社会に関しても抜けがちなところだけをちょっとコピーして、最後ね最後までちょっと移動で見て、本番を迎えるっていうようなことにもねあの使っていただけるのでね、どん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 コピーをしていただいて、残り 1,2 ヶ月ね頑張っていただきたいなっていうふうに思っております。なかなかね、あの、年明けのお客に受験を迎えるお客様、かなりの数が、あの、控えていらっしゃるんですけども、僕としてみればですね、すべての子供たちが、合格を掴んでいただきたいなっていう思いでね、あの、受験合格コピーっていうね、あの、名前をつけて、コピー機のレンタルをやっています。なので、最後までね、本当にコピー機使っていただいて、志望校に向けてね、頑張ってもらいたいなっていうふうに思います。まあ、これからもね、中学受験関連のお話していきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それとね、動画の高評価できればいただけると嬉しいかなと。またこれからね、中学受験関連お話ししていきます。また次回のね、動画でお会いしましょう。バイバイ。受験合格。
Beep, 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 beep